渡辺隆雄は、日本の実業家、日本中央競馬会の馬主としても活動する。東京都生まれ、印刷産業に従事、株式会社コムテックス代表取締役会長、グラフィックリース株式会社代表、株式会社プリンティングメディア代表を務める。1998年には、著書、営業革命本物の営業が時代を変えるを、 清流社から出版した。1971年より場所となる。妻に先立たれ、家族との話題作りのため競馬に力を入れるようになる。1976年、アグネス・ビューチーが東京新聞杯を制したことにより、重賞初勝利を挙げ。1979年、アグネス・レディーが優秀品馬を制したことにより、クラシック初勝利を挙げる。 勝負服の柄は、色の三原色に由来する、木、赤袖、水色に本輪、冠名に使用している。アグネスは、渡辺の娘二人が、歌手のアグネスちゃんのファンだったことに由来し、長女の希望で命名するようになった。場名の画数は必ず奇数となるように名付けている。1990年時点では、場名も娘に決めさせていた。競馬で獲得した賞金の中から、 国立循環器病センターへの寄付を行っている。所有場は立東トレーニングセンターの長浜彦三郎旧社と、その息子の長浜広之旧社に委託することが多い。ありがとうございます。